玉ねぎの5つの健康効果。土の中で成長し、ミネラル豊富な玉ねぎ。抗酸化作用、抗菌、殺菌作用。体に嬉しい、その効能をご紹介します。1、免疫力の向上。玉ねぎに豊富に含まれる抗酸化物質は、腸のプロバイオティクスを増加させ、免疫システムに必要な善玉菌、セレンを含みます。腸がんの予防に期待できます。2、メンタルバランスへの効果。玉ねぎのビタミン B9、葉酸が気分を向上させます。どうやって？その 95% が腸で生成されるセロトニンは、ドーパミンなどの幸せホルモンの機能を阻害するホモシステインの蓄積を防ぎます。著名なホアマン博士は、玉ねぎがうつ病を軽減させると提言しています。3、利尿と痰を鎮める効果。研究によると、玉ねぎの水分に含まれるシステインというアミノ酸が抗酸化効果を活性化。咳、気管支炎、風邪、痰を鎮めます。特に赤玉ねぎのフラボノイドには炎症を抑える効果があります。4、抜け毛予防。コラーゲンの生成に必要なビタミン C が豊富で、それが毛包を強化。その水分を使った玉ねぎスープは白髪を減らし、髪の健康に効果が期待できます。また2002年に皮膚科学ジャーナルに掲載された研究で、円形脱毛症に効果があったと報告されています。5、皮膚トラブルや虫刺されに。玉ねぎには日焼け、虫刺され、吹き出物などに効果がある硫黄化合物が含まれます。しかし、硫黄アレルギーの方は摂取しないようご注意ください。生の玉ねぎは茹でたものより10倍の効果があると言われています。1週間に3玉を目安にサラダとして食べたり、または肌や髪への効果を期待するなら、玉ねぎスープを作ってアレンジしてみてはいかがでしょうか。